9月から始まる2026年北中米 W 杯アジア最終予選を前に、森安ジャパンの不人気ぶりが明らかになった。8大会連続8度目の W 杯出場へ向けて、いよいよ最終予選がスタート。日本はまず9月5日の中国戦、埼玉と同等日のバーレーン戦、リファに臨む。期待が高まる一方で、不安もある。 人気面だ。前戦の6月の同日予選シリア戦は、平均世帯視聴率が10.6%ビデオリサーチ調べ、関東地区と伸び悩む。近年はテレビ離れが進んでいることもあって視聴率だけで人気は測りきれないが、指標の一つとなる SNS のフォロワー数でも深刻な状況が浮き彫りになっている。インスタグラムにおける日本人アスリートのフォロワー数ランキングでは、 野球の大谷翔平投手、ドジャース、バレーボールの高橋愛、サントリー、F1 の角田勇希、RB、ラが上位となる中で、サッカー界からトップ10に入ったのは MF 香川真司、C 大阪のみ。現役の代表選手たちは、ゼロという異例の事態だ。12位の久保武夫、レアルソシエダード、14位の三笘薫、ブライトンが続いているが、 報道量などメディア露出の多さを考えると、森安ジャパンの選手たちの人気は意外にも高くないのが実情だ。マーケティング会社関係者は、五輪直後で注目を集めた選手はフォロワー数も増えていると前置きした上で、サッカーは人気競技なのでファンも多いが、若い世代ではあまり関心が高くないことが顕著になっている。また、ライト層も減って、 小なファンのみになりつつあるという状況もあると指摘。かねてサッカーの人気低迷が指摘される中で、代表イレブンの不人気ぶりは気がかり。最終予選で活躍して脚光を浴びることができるか。